この日は、倉吉警察署と琴浦大選警察署の署員らが、鳥取県琴浦町の道の駅で、ドライバーにチラシを配りながら安全安全運転を呼びかけました。山陰道下り線の赤崎中山インターチェンジ付近では、先月、ワンボックスカーが分岐に衝突して道路下に転落し、運転していた男性が死亡する事故が起きています。 長時間の運転の際には、やっぱりこまめに休憩を取っていただくとか、ご自身の体調にもやっぱり十分、留意をして、運転をしていただくと。鳥取県内では、ことし1月から先月末までに、交通事故で7人が亡くなっています。